ゆきさんへの質問メッセージ、この時間をもって締め切りです。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、たくさん来てましたね、はい、質問、今里佐賀の方ですね。農業かっこいいさんから、はい、3歳と2歳の子供がいます。子供のためにもと思い、私も少しですが野菜を育てています。ところが、はい、気になるのはお日様の光、野菜にはともかく肌ですね。肌、はい、羨ましい白い肌。畑仕事するときどんな格好してますか？これはね、ご近所に顔向けできない顔です。すごい、もうね、あのよくある、あの自転車乗ってる人たまにすれ違うと怖い、こうフルフェイスみたいなサンバイザーあるじゃないですか。あの上にですね、麦わら帽子をかぶって、はい、私大体着てるのつなぎなんですけど、はい、つなぎの下にですね、長いここまでの UV の手袋をして、はい、UV の手袋の下にゴム手袋をして一切肌を露出しません。完全武装で、はい、あとはもう畑の時はですね、映ってる時だけはしょうがないで顔出してますけど、あの映らない時はですね、タオルをここにこう巻いて、ほっかむりみたいにここだけ出して、あとはもう本当ここしか出てないですね。でここしか出てない時でも一応サングラスみたいな UV カットのやつをしてる場合もあるので、ちょっとね、畑にいる時にお客さん来たりとかした時に写真撮ってください。本当申し訳ないですけど、これだけは勘弁してくださいって言うんだけど、すごいですよ。じゃあその、もう本当にその白い肌を守る秘訣は、その完全に出さない、もう言えば綺麗にしていたいなとか思うので、あのできるだけあの日焼け止めをつけて、はい、あの素肌を出さない努力をすると、それが一番ですね。皮膚の健康のためにもね、大事なことですよね。頑張ってくださいね。ありがとうございました。さあ、ではご質問でございます。こちらです。野菜作り初心者の方におすすめの簡単な野菜は何でしょうかということです。レタスかな。レタス簡単ですか、はい、レタスも結球するタイプのレタスじゃなくて、結球葉レタス、結球っていうのは丸くなるタイプのレタスじゃなくて、葉レタスって言われてる系のものって虫がすごく寄りづらいんですね、はい、例えばあの小松菜なんか育ってる時にも、はい、あの小松菜を例えば大きなプランターに真ん中に小松菜を巻いて、はい、でその周りにあの葉レタスを巻くと、あのアブラムシとかを予防したりとか、はい、それから小松菜が予防してくれるんですか？いや、あの逆なんですね。キク科の野菜なんですけど、レタス類っていうのはあのすごくなんていうんですか、真ん中のあの急いじゃうとあれ、小松菜が食べられちゃうんですよ、青虫とか、そういうの好きなんですけど、青虫とかからそのキク科の野菜が守ってくれるとか、はい、そういうあの作用もあるので、はい、あの葉レタスは絶対おすすめです。研究してます。合わせ方でも有効だということで、おまけにあの書きながら、あの収穫できるので、はい、っていうのはどんどん広がって葉っぱなので、はい、外側からこう書き取ってちぎっていける、はい、ちぎっていかれるわけですね。で10日経つまでずっとちぎり続けて食べられるので、はい、絶対おすすめです。長く楽しめる葉レタス、はい、葉レタス、葉レタス、悪くなるタイプじゃなくて、はい、次行きましょうか。もう続けるかな、はい、こちらです。工藤さんの惹かれる男性のタイプ、どんな人ですか？ああ、一緒に農業ができるような人クワが似合う方、カマが似合う方。そうですね、土いじれない男性はダメですね。そりゃそうですよね。そういうタイプが今はタイプになってしまわれましたか？そう、その方がいいですね。なんか楽しそうじゃないですか、農家のご夫婦とか楽しそうなんだもん、すごく。そうですか、なるほどね、はい、水と戯れてということでございました。ありがとうございます、はい、さあ、メッセージをお伝えしましょう。熊本の村上さん、はい、日本の映画にお帰りなさい、工藤由紀さん。ガバイばあちゃんで工藤さんを拝見して新しい丘を発見しました。アメリカに行かれたからこそ日本の本当の良さが分かる。本当にそうなんですね。ずっと熊本にしか住んだことない私ですが、知り合った留学生に日本の良いところをたくさん教えてもらいました。これからのご活躍をお祈りします、ということです。ありがとうございます。北海道の桃子さん、17歳の方です。私は小さい頃からずっと由紀さんのファンです。映画もたくさん見ました。私にとって由紀さんは太陽のような存在で、いつも励まされてます。これからもずっと輝いていてほしい。由紀さんのようなアジアンビューティー最強です。いつか静岡でお会いしたいです、ということですよ。ありがとうございます。来てくださいね。カリフォルニアから来ました吉子さん、昔から大ファンです。アメリカで活躍されてた頃は自分もアメリカ在住でしたので特に応援してました。ハリウッドで通用する英語を喋れる帰国子女ではない生粋の日本人俳優は他にいないと、映画を見て工藤さんの英語に感動しました。どうかその才能を生かしてまた世界に羽ばたいてください。いつまでも応援してます。ありがとうございます。本当ありがたいです。広島のポコミドリさん、あえて自分を厳しい環境に置き甘やかすことなく磨かれた方なのだと感じました。そして無我夢中で頑張られ日本の良さを理解され着
着実に前進されていると感じました。今日から大ファンになりました。私も甘えず努力します。素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございます。そして岡山のフルークさん、英語番組で英語版をペラペラ喋ってらっしゃるところを拝見して工藤さんのファンになりました。農業にも取り組んでると聞いてその意外性に驚いてます。かっこいい生き方してるなと思います。工藤さんのかっこいい生き方、これからも注目してます。それから福岡の美恵子さん、これだけ真っ正直な女優さんが他にいたでしょうか。工藤優希さん素敵です。私も将来は主人と一緒に野菜を作って暮らしたいなと本気で思い始めました。頑張ってください。ありがとうございます、はい、いや本当に今日はいろんな工藤さんの新しい面をまた拝見しましたけど、今後はもうアメリカに行かれることは考えてないですか。仕事でこの間もスペインにちょっとアメリカの映画で出かけてたりはしたんですけど、はいはい、やっぱりこう家族がいるところってやっぱすごくいいんですよね。友達もいるし、でこんだけ温かい言葉をかけてくれるね、はい、ファンの皆さんがいる日本を大事に両方頑張っていきたいと思います、はい、また今後の展開も楽しみにしております、はい、楽しいお話でした。工藤優希さんでした。ありがとうございます。